Go. お願いします。お願いします。マイクチェック、マイクチェック。大丈夫ですね。ペットらっしゃい。バフ。赤ちゃんしか来ないじゃん、今日赤ちゃんしかいないじゃん。2個目いらっしゃい、3個目いらっしゃい、ペットいらっしゃい、5個目いらっしゃい。今日赤ちゃんしかいない。はい、ありがとうございます。では本日の流れとしては、誰誰、8個目いらっしゃい。今日の流れとしては、昨日できなかったので運動したいんですけど、今日はね、朝ちょっと仕事があって遠出をしまして、もうすでに1万歩歩いてるんですよね。1万歩歩いてるので、今日は腰回しと腕だけやろうかな。で、どれぐらい変化があったかっていうのを、NG コメントです。あ、ベキさんいらっしゃい。じゃあ今日も BCAA がですね、 1.22 キロの BCAA が8個届きまして、それを飲みながらやっていくぜ。あ、バイオツシェイクは大丈夫です。あ、それで NG 食らったの？あ、じゃないわ。では、BCAA アミノ酸ですけど、 KHKP 乾杯。でさ、どうなったの？アフランさんとこの女の子見つかったの？ぜひ KHKP と言ってくれると嬉しいです。うちは君の瞳に乾杯なの。しかし今日私がさ、瞳を出せない理由がまたすっぴんなんです。なんかめっちゃ瞳が茶色に映る。カラコンとかも何もしてないです。カラコン持ってないからね。そういうわけでやりましょう。決まった？ああ、よかったね、よかったね。では有料ありますか？ FC2 じゃないんで最初から有料です。あ、また北2号いらっしゃい。では今日も、今日の流れとしてはまた筋トレをしまして、終わったらもう一人はちょっと病んでる感じの怖い感じの子が快楽してたけど、ちょっと待って。何何何何？病んでる感じの怖い感じの子は快諾してたけど、え、ちょっとさ、なんか面白そうな雰囲気だね。ペット広告ありがとう。広告くーいらっしゃい。今日はね、1時間半ぐらいお昼寝しました、帰ってきて。足いらっしゃい。ちょっとまだ寒いんで、これを上を着てますけど、脱いでもいいんですけど、まだ寒い。雨降ってたでしょ、寒い。そうなんだ、そうなんだ。私どういうキャラで言ったらいいと思う？ちょっとその作戦会議、今日やりたいのは作戦会議と筋トレっていうか、簡単な筋トレ。ASMR 踏み台昇降。それ踏み台昇降に登る音を聞きたいってこと？お昼の気持ちいい。その人？すごいね。面白そう。じゃあ私どういうキャラで言ったらいいかな。
まず筋トレ、腰回し例のごとくやって、でまた休憩中にみんなでゲームしたり、アフランさん配信で私がどういう感じのキャラで行くべきかとか、誰を狙うべきかみたいなののアドバイスをください。では右に腰回し、どうしようかな。ここは気合で200一気に行こうかと思うんですけど、いけないかな。50で1回止めようかな。なんかさ、黒だとさ、スッとして見えるね。スッとして見える。まあ、これでいいか。よし。じゃあなんかね、ちょっとすごいことを言っていい？今来てる人だけに言うけど、私さっきその3サイズ測ってみたの。そしたらお尻が100センチだった。合コン中に放送で実況。あ、合コン中に自分も配信つけとくってこと？え、配信中に自分もつけるってこと？いや、ほんと細く見えるじゃん。なんかやっぱ白着てる時はもっともうブヤーンって見えるけど。じゃあちょっと腰回しするんで、腰回しみんなもよかったら一緒にやってください。あ、こうしないとみんなが見たいものが見えないか。膝をちょっと曲げて肩幅に開いて腰を曲がすだけなの。あ、本当？じゃあその間も私配信つけとくわ。あ、伊達さんいらっしゃい。では腰の後ろにこうやってちょっと手当てて、こうやって回すだけなんですけど、これ意外と腹筋と背筋痛いの。4、5、6、7、こう離れた方がいいらしいんだけど、はあ、9、10、11、12、13、14、15、あ、下に履いてるやつよくないな。17、18、19、20、やってる？みんなも。4、6、7、8、9、10、30までいけた。3、7、8、9、40、1、3、5、6、7、8、9、10、50。けんちゃさん、広告ありがとう。広骨、皆さんご一緒に広骨ありがとう。いや、太った。お尻見して。お、今日ってさ、何曜日？木曜日？あ、木曜日だ。ってことは ID が変わったってこと？ ID が変わったってこと？いつものあの失礼な人かな。みんこさんいらっしゃい。48個目さんいらっしゃい。45個目さんいらっしゃい。44個目さんいらっしゃい。木、木だね。木曜日の朝9時に、いやいよの ID がリセットされるんだよね。ずっと来てるあの失礼な人かなと思ったけど、違う人？左回しよ、とりあえず。これさ、どの角度がいい？正面でいい？7、8、9、10。あの人か。じゃあもう NG 入れよう。うん、じゃあもうさすがに NG 入れよっかな。89。NG っていうか、みんなで一斉に通報してもらって、他の配信でも失礼なことを言えないようにしたいな。10。何回やったか忘れた。20回ぐらいかな。2、3、4、
腰回しだよ。58個目いらっしゃい。もう疲れた。これやるとウエストと背筋が鍛わるんですよ、意外と。あー疲れた。いや、 C さん絶対やってないでしょ。はあ、そう。にゃん吉、広告ありがとう、広告。はあ、あ、きなこの山さんいらっしゃい、久しぶり。そう、フラフープの代わりにこれ、フラフープなくてもフラフープ場所取るけど、これは場所取らないし、腰に手を当ててればいいの。日さ、きのこの山さん、この間どこか誰かの配信で見かけた。待って、もうめっちゃ疲れるこれ。ちょっと疲れてきた。疲れてきた。あ、みんこさん広告ありがとう。広告、ちょっともうマジで疲れ。66個目いらっしゃい。そう、これをやると、これちゃんと腰、あんまり腰を反らないようにして、ニャースいらっしゃい。あんまり腰を反らないようにして、こう、右に200、左に200なんだけど、はあ、疲れ。これ意外とね、腹筋よりいい、私背筋が弱いんだと思う。これやるだけで結構ね、背筋がね痛い。あー、そう、カービーダンスなんかさ、こうやってずんたか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 みたいでしょ、こうやつでしょ、ずんたかずんたか遊んでるようにしか見えないじゃんこれこうやつね、あの、なんだっけなんだっけ、あれ、これ、この名前忘れちゃった。こうやつね、あのロシア人の女の人2人がこうやってやるやつね。はあ、いや、なんかこう、こう手をここにやって、右左右左ってやるの、こうやって。で、手もだんだんつけてこうやって。そう、ありがとう。てかさ、ペットは配信にも来てくれるのに、 YouTube のアーカイブも見てくれるの優しい。いや、ちなみにさ、こうやって回してるじゃん、腰をこうやって回してる時に、タトゥーじゃないです、なんだっけ、 All the things she said, all the things she said でしょ、 Running through my head, running through my head, running through my head ってやつ分かった、今なんだっけ、タトゥーのなんて曲忘れちゃった。 This is not enough ってやつね。ね、腰回しやる人さ、腰回してる時に手は後ろだけど、その時にこの脇腹にちょっと、脇腹のとこ親指でグッてやると、めっちゃ筋肉使ってる、ここもうパンパンに張ってる。あ、ベリーダンスね。実はね、ベリーダンス一回習いに行ったら先生に鼻で笑われた。なんか超下手くそだったらしい。 M ステドタキャンしたね、超絶懐かしい。腰回しは足を肩幅に開いて、ちょっと膝曲げて、腰を後ろに、腰じゃない、手を後ろにやって、手がこうなんないように、こうこうで、ここからこうやって2、3、4、5、6、髪邪魔、7、8、9、10。これね、結構きつい。5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、動き小さくないよ、結構回してるよ。6、7、8、9、10、今ね、
右左右って今やったやってるとこ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、あ、ゲーム貼ってくれてありがとう。じゃあ左回しいきます。1 2やってるみんな4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6、そうだよ5月7日まで休み。8 9 10 1、そうそうそう5 6 7 8 9 10、スイカさん広告ありがとう。広告3 4 5 6 7、熱くなってきた。9 10、あと10回ぐらいかな。2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、はあ、はい、頑張ります。いや、さっきとにかくお尻が100センチだったってことが判明して、もうすごいやらなきゃって思ってる。いや、もしかしたら保有してる可能性あるんだよ。あ、パチパチありがとうございます。みんなも頑張った。え、でさ、いや、そうだけど、そのさ、パツーンとしてればいいじゃん。でもさ、ちょっとさ、垂れ気味になってきたよくないから、やっぱりこれはスクワットを足さねばって感じ。え、それでね、皆さん、私今度の土曜日の夜9時からアフランさんの枠でなんか合コン配信ってやつに参加するんです、スカイプで。で、それ自枠を取っといて、自枠でもやりつつ、かかってきたら電話出てみたいな感じがいいのね。スクワットは結構エレベーターの中とかでやっちゃう。なんかエレベーターの中に鏡あるじゃない、マンションとかって。だからなんかこうグッてグッてやってる。エレベーターの中でやってるから、エレベーターの中ってなんか監視カメラあるんだけど、絶対監視カメラに私めっちゃ映ってるよ、筋トレしてるとこ。そうそう、カノー姉妹座りね。カノー姉妹座りとかすごいいろいろあるんだよね。頑張ろう、頑張りますよ。そうだね。でもさ、私すっごい早朝か、あ、でもまあ、うん、すごい夜中とかだからさ、家に、え、私それすごいやる。あ、ありがとう。あのね、なんだっけ、予約した、私配信予約した、ツイートしとこう後で。9時10分ね。そう、9時10分に予約取られてたわ、確かに。私ね、電車の中でつり革に捕まった時は二の腕を鍛えるやつと、つま先立ちになって下がって立って下がってってのやる。あとやるのは、座った時は足をずっと浮かすってやつやってる。なんか膝曲げて普通に座ってるんだけど、実は1センチぐらい宙に浮いてんの。だから腹筋を使って足をずっと持ち上げるみたいなやつやったり、つり革持たないで立って、ちょっと膝曲げて立って、あの、体幹を鍛えたりとかしてる。電車は結構いいトレーニングになるよね。電車は結構乗るよ。だけどこのご時世だから電車乗ってない。そう、空気椅子の逆バージョンね。お尻をついてるから、あの、足を上げてるの。足が1センチぐらい浮いてて、空気椅子ってお尻が浮いてるやつじゃん。
じゃなくて逆なの。なんか座るんだけど足を床につけないと腹筋で足を持ち上げてるから下っ腹に効くっていう感じ。でもあんまり電車に乗る頻度高くないから私あんまり筋トレしてないわ。そうきついね。そうそう、じゃあ私もさ9時ぐらいからもう自分の枠取っといた方がいいのかな。8時45分ぐらいから自分の枠取っといた方がいい。で誘導枠みたいにすればいいのかな。内転筋、内転筋か。内転筋はジムでしか鍛えてないの。なんかあの内転筋鍛えるためのさ椅子みたいのあるじゃん。椅子に座ってこう足をこうやって閉じようとするやつ、あれぐらいでしかやってないな。ちょっと腰回し再びね。手を後ろに置いて中腰で回します。50いきます。右、みんなもやってね。3、4、5やってる？6やってみて。7、8結構きついから。9、10、30超えるときつい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、回転しようかな。6、7、8、9、30、あと10、12、3、4、5、6、7、8、9、10。はあ、歩くとき内転筋意識すると少し内股た、そうかもね。内股か。なんかさわざと内股になるみたいになる靴あるじゃん。ちょっと内側にこうなる中敷きみたいな、ああいうの履いた時ぐらいしか意識したことないね。普通に歩く時ってお尻の付け根とかを意識してるかも。あの後ろ足で地面蹴り上げるみたいな。確かに。ちょっと左回し行きます。みんなもやってる？バランスが悪い靴ですね。そうそう、で内側にこう行くようにするやつ、わざと。1、2、3、4、5、6、何してるか分かんない。運動会って書いてないけどね、夜の運動だけどね運動会って、夜の運動会って絶対下ネタじゃん。8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと10回ぐらい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はあ、疲れた。ほんとこれね、疲れるんだよね。OK。
やったみんな。それでさ、またアフランさんのさ、高校のやつに戻るんだけど、きのこの山さんは、そうだね、年取ったかもしれない。手の位置直したらさらに効いた？あ、玉ねぎ小屋さんいらっしゃい。ねえねえ、今度の土曜日夜9時からアフランさんの配信で、アフランさんの配信で合コン配信っていう企画に参加するんだけど、なんかもう一人の方のキャラがめっちゃ濃いらしいの。私どういうキャラで行こう。一応写真はちょっとさ、ここで写真先にみんなに見せるよ。声若返った。声若返った。なんかね、このマイク使うとすごい声が高く感じる。ちょっとみんなにさ、アフランさんの配信に出す写真をチラ見せしてもいいですか？タワー貼ってくれてありがとう。画像なの。動画じゃなくて画像なの。画像を出すんですけど、すごい壇蜜を意識した感じの写真を。特に首の線が美しいですね。本当？なんか首がなくなってきちゃったんだけど。そう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 。スカイプで出す。本当？ みんなにまた見たいですって言わせちゃった。127個目いらっしゃい。126個目いらっしゃい。デカ乳強調したんですよ。もう頭いいから、そこは。こちらの画像です。どう？ちょっと顔が半分隠れて壇蜜風になってるからっていうのと、おっぱいをどう？はい、まあ、自分の魅力を存分にこの1枚に詰め込みました。どうでしょうか？どうでしょうか？今アフランさんに写真を 送って、なんか名前つけてくれたりとかした。いい感じでしょ？いい感じでしょ？135個目いらっしゃい。いい感じだった？139個目は気をつけて。これさ、私的にめっちゃ壇蜜っぽい表情にして見てたんだけど、これ。なんてなんて？あ、水商売協会ね。なんか、あと銀座なんちゃら協会とかもなんかあったよ。というわけで、そういう写真にしてみたわ。で、字幕を取っていいよね。140コメさんいらっしゃい。お、とろみさん本当？いらっしゃいまし。妖艶な感じ。いや、アフランさんだって、もうアフランさんに写真送ってるから。あ、橋本マナミ感か。私結構壇蜜かなと思ったけど、そのなんだっけ、全国民の愛人だっけ、なんだっけ。そんな感じ。あー、とろみさーん、いらっしゃいませ。とろみさん本人来た。愛人感あった？いや、だってアフランさんにね、この写真でいいですかねって送ったの。そしたら、なんか下に名前入れなきゃいけないらしくて、その名前でね、胸が隠れてたんですよ。で、私アフランさんに、自分で言うのもすごいなんだけど、もうちょっとおっぱい出てる方が男性陣が喜ぶと思いますって言って、修正依頼してるからね、私。もっとちゃんと胸が出るようにしてくださいって修正依頼してるからね。そっか、肉感少ない。本当だよ。私もアフラン何やってんだよって思ったよ。いやいや、そこじゃないだろ、顔じゃないんだよって思いました。 いや、なんかアフランさんから送られてきたやつが、私としてはね、私谷間じゃないんですよ。重要なのは谷間は重要じゃなくて、私はもうこの
ここからの、ここ暗いから全然見えんと思うけど、ここで止まっちゃったらさ、よくわかんないじゃん。今のナチュラルな感じでいいよ。立体こ感。れ、わかる？ここで、こうやって隠されると、どこまであるかわかんないんですよ。でも、ここの辺でせめて切ってくれれば、ここのラインが見えるじゃん。そうすると、なんか、良くない？もうわかんない自分のこだわりがあって、私はなんかやだ、ありがとここまでで切られるのとか嫌なんですよ。なんか、なんだろう、段差？ 段差と思って。で、そんな感じに直してもらいました。アフランさんに送って。ああ、そうなのかな。だったら私も本当ここしか出てないような写真を送ればよかった。ここまで出てて、ちょっとこうやって覗いて顔が写ってるよぐらいの、なんかもう顔はどうでもいいですみたいなのにすればよかった。写真変えようかな。大丈夫かアンダーがな。添付してもらいたいということですね。笑い。アンダーっていうか、まあ本当この辺でもいいんだけど、黒いと全然わかんないな。ここで切るんじゃなくて、ここで切るんじゃなくて、この辺で、この下がり始めでやってほしい。秋色いらっしゃい。ほんとそれだけ。で、写真の修正依頼をしたら、これでどうでしょうかって今来てたから、それでお願いしますって言った。ちょっと下げてくれた、名札を。こんなことにこだわってんのさ、リスナーさん誰もわかんないと思うけど、写真が2枚並んだらわかるから、その合コン配信が終わった後にその写真2枚並べて、いやこれがこうだからさっていうとこ説明するから待ってね。今日の髪型もうあれだよ、ポニーテールだよ。いや、私ね、アフランさんのリスナーさんのこと考えて胸がこうピチッとしてる服を選んだのに、なんかそれをアフランさん隠してきて、ちょっともうどうなのって思った。で、しかも返信がすごい真面目に返ってきて、私もちょっとおっぱい見えてた方がいいと思いますみたいなノリで返したのに、なんかこれでよろしいでしょうかみたいな、なんかすごい業務的な返事が返ってきて、 何今の、あ、そうですよね、笑うとかって帰ってきてくれればよかったんだけど、結構もうなんか真面目トーンだった。 なんか真面目に返された。本当？1ミリも気にしないんだけどな。まあでもありがたいね、気にしてもらえて。まあそんな感じで、今度の土曜日夜9時10分からアフランさんの配信で、合コン配信ですよ。ホリいらっしゃい。合コン配信だって。オンライン合コンなんてしたことない上に、何回もさ、スカイプがかかってくんでしょ？で、みんなで作戦会議すればいいのか。え、誰に行けばいいと思う？みたいなのをみんなで受話器を取っ1て。チャンネル登録。あ、ありがとう、ビキヤ。みんなここタイムシフト予約できるから行ってみて、予約してね。受話器で、作戦会議すればいいの？声をさ、どうしたらいいんだろう。ちゃんとスカイプ立ち上げても落ちなければいいな、私の配信が。じゃあスカイプこっち入ってるっけ？あ、入ってるな。前回それやってた人いたって言ってたもんね。じゃあ受話器で相談枠取ろう。何時から始めようかな。9時10分からだから、8時50分ぐらいから始めて、こうみんなで温まっとく。合コンで？ 合コンでさ、合コンの自己 PR タイムとかでさ、いきなりさ、歌歌い出したらやばくない？なんか え？ってならない？合コンの人びっくりしちゃわない？そんなもん？そう、ゼロ次回。いや、でもね、なんだっけ、さっき言ってた肩に鳥を乗せてる女性っていう方が、
美人で肩に鳥を乗せてる病んでる系の方も女性も参加するらしくて、もうその人のキャラクターがすごい濃そうだから、私何キャラでいけばいいかな。もうザ・水商売ですみたいなキャラでいっていいかな。女性陣だけ濃くなっちゃうかな。ちょっと右腰回しもう一回50回いきます。みんなもよかったらご一緒に足を肩幅に開いて、ちょっと膝を曲げて、腰、手はこの後ろの腰にこう当てて、右200、左200ね。私は50回いきます。本当にうまいからって言ってもいきなり合コンでは歌い出せないな。お姉さんキャラ。さださんといえばさ、ノンバインさんのメンズエステの動画、私ちょっと笑っちゃったんだけど。6、7、8、見た？ 9、ノンバインさんのツイッター見て。3、ゲストさん、広告ありがとう、広告。6、7、9、何回やったか忘れた。2、3、さださん出て、男性、その黒沢さんがわからないんだよね、私。え、ちなみに誰に行くべき？男性。2、3、4、待って。あ、ゲストさん、広告もう一回ありがとう、広告。5、6、7、9、10、3、ありがとう、4、5、6、7、8、9、あと10回ぐらいやっとこう。3、4、5、6、7、お疲れた、8、9、10。わあ、これね、この腹筋の上の方と背筋にめっちゃくるんだよ。あざといなーっていうか、これ本当に楽に見えてめっちゃきついやつだよ。S っぽいの強いの盛り上がりそうか。そうかな。181個目いらっしゃい。あとさ、誰かが広告してくれた時にさ、広骨って言って教えてほしい。画面が光ってて、画面が光ってるし、なんかわかんないけど、この、そういう意味ね。広告してもらった時、この読み上げが広告してくれましたって言ってくれないので、広告があった時に広告って誰かが書いてくれると、あ、広告あったのねって気づけるので、よろしくお願いします。ゲストさん、広告ありがとう、広告。いや、182個目さんいらっしゃい。黒沢、グラマラスな人が好きって言ってたよ。そうなんだ。初見、胸しか見えません。そうなんだよ。ここ中言ってくれてありがとうございます。187個目さんいらっしゃい。いや、ジッパー下ろしてた時うんぬんっていうのとか、なんか、なんだろう、あれは映像ありきだから楽しいんだけど、通話っていうか声だけしか乗らないから、どうなんだろうな。左行ってみます。しかも知らない人だらけだから。3、4、6、7、8、9、10。黒沢のくせにみたいな感じの人なの？どういう人なの、黒沢さんって。2、3、4。あ、やよさん、広告ありがとうございます、広告。6、7、8、9、じゅ、エルダさんいらっしゃい。白猫さん、広告ありがとう、広告。5、6、7、8、9、
え、実際は童貞じゃないけど童貞ってことになってる人？2、3、4、5、6、7、8、9、10。エルダーさん、広告ありがとう、広告。2、3、アフランさんの意図も出てくれたんだ。そっかそっか、見てみる。でもさ、前情報ない方が面白いのかな。前情報あったらなんか偏見で見ちゃうかもしれない。前情報なしの方が面白いかもな。8910。あー疲れた。なんかこれやってるとほんと背筋がね、背筋って鍛える機会ないじゃん。なんか部活やってるとさ、腹筋背筋するけど。え、イケメンじゃん。え、イケメンじゃん。イケメンなの。キャラを作っていく。キャラ作るとしても私お姉さんキャラとかしかできなくない？それかなんかもう、なんか男性陣グイグイこなそうなイメージがあるんだけど。でなんか私が見た回、食券さんとかが出てる回の時は男女ともにあんまりグイグイ系じゃなかったから、グイグイ行った方が面白いかな。はあ、もういい、疲れた。一応左右分けて合計200ずつはやったよね。しんどい。BCAA 飲みます。お疲れ様でした。8888。ありがとうございます。ガリガリになっちゃったよ。痩せたね。痩せたねっつって。昨日から、昨日から痩せた。肉食か草食かといえば肉食でしょう。話がリードできる人いなかったらアフランも焦って下りそう。いや、なんかその食券さんの出た回の時のやつ聞いたの、動画で見てみたんだけど、結構さ、なんかあれじゃない、なんかアフランさんがすごい盛り上げる係で、あとみんなちょっと受け身な感じの印象を受けたよ。パチパチありがとう。髪切った。何、どういうこと。あ、タモリさんってこと。そういうこと？ちょっと疲れたら、今日はあと二の腕やって、二の腕やってゲームやろう一回。いい？じゃあちょっと二の腕を後ろにこう。そんな感じですね。ダブル。初見さんの方が話をリードしてくれてたね。アフランが進行通り進めようとして、なんと以下約。何してるかっていうと、こうやって手をバイ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 するの。手で手を内側に向かってバイバイってするの。そうすると肩甲骨までこう動く感じ。肩が怖がっちゃうんだよね。もっと下げないと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はあ、 OK。 アドリブ効かない感じ。え、アフランさんってさ、アドリブに強いイメージない？そうなんだ。あとさ、時間内に終わらせようみたいな感じなのかな。でも2時間半ぐらいにしますって言ったけど、きっと3時間ぐらいいくと思うんだよね。まあ、みんなでうちの枠で作戦会議をして、でアフランさんの枠を聞くみたいな感じだから、みんなパソコンから見てください。2つ立ち上げてください。で配信聞いてないといけないからさ、あ、
配信引用させてもらえばいいの？どうしようね。引用してないと面白くないか、引用して大丈夫ですかって聞いてみようかな。高校配信、はあ、疲れた。よし、貼ってもらったゲームしよっかね。せっかくだし。あ、すやすやにゃんこ貼ってくれたのありがとう。そうっすね。ちょっとじゃあすやすやにゃんこみんなでやりましょう。すやすやにゃんにゃんしましょう。ね、だってさ、会った方が音声入った方が面白いよね。そう、おめでとう。貼ってくれてありがとう。ロケットににゃんこがめっちゃ来た。え、すごいじゃん、それ絶対いいやつじゃん。じゃあ私の大好きな笹塚やろ。待って、私じゃあさ、イキーさんに近いじゃん。しかもさ、イキーさん筋肉でしょ。私脂肪なんだけど。お尻スクワット、何してます？お尻やっぱりスクワット。今日私さ、一時期さ100いって、あ、やばいやばい、101かなんかになっちゃって、やばいやばいって言って痩せたのに、またそういえば最近あれ、スカートちょっときついなって思ってさっき測ったの。オクトパス広告ありがとう。広告あね、イギーさん、あのさ、私 BCAA さ、エクステンドの BCAA が大好きすぎて 1.2 キロの BCAA8 個も買って今日届いた。なんかね、アマゾンでいつも 1.2 キロが7000円近くしてたのに4800円だったので、安っと思って8個買った。そしたら段ボール1個が10キロぐらいになっちゃって、めっちゃ重かった。そりゃ重いよね。なんか宅急便の人が、え、これ本当に宅配ボックスでいいんですかって、本当宅配ボックスでいいんですかって言うから、え、いいですよって言って、何が届いたか知らなくて、いいですよって言って宅配ボックス開けて、いや、そうそう、それを持ったら、え、何これ、なんでこんな重いのって思って、持った瞬間に、あ、 BCAA だって思って。いや、私それのぶどう味がすっごい好きなの。本当ファンタグレープの味するから、みんなも飲んだらいいよ。お水に溶いて、しかも0キロカロリーだし、それを飲むとすごい汗かいてくるの。ちょっとこの辺汗かいてきた、脇に汗かいてきた。
すごい、筋トレじゃなくて筋トレっていうだけで突然大人の香りしてくるね。BCA 1個は1.2キロだからそんな重くないんだけど、こう1個がさ、このぐらいの大きさなの。だから持ちづらいから、それを持つとあれだけど、入ってる段ボール持つのは確かにね。そう、棒読みちゃんが ね、どう考えたって筋トレって読めばいいのにさ、なんで筋トレって言ったのか。あ、今 BCAA 飲みながらやっております。本当はこの中にブレンドするためのなんかボールみたいな、針金でできたボールみたいなの入ってるんだけど、めんどくさすぎて。筋トレって何ですか？筋筋肉？え、お家にさ、ブカーっていうやつ、そうそう そうそう、エクステンド BCA、 それの、私はぶどう味が一番ファンタグレープで美味しくて、で前ね、それのマンゴーをもらったの。マンゴーとブラッドオレンジもらったんだけど、マンゴーとブラッドオレンジはちょっと甘すぎてダメで、ぶどうが一番なんかファンタグレープっぽくて美味しかった。でサイズが2パターンあって、30杯分と90杯分なの。90杯分が1.22キロなんだけど、30杯の方で3900円みたいな感じなのよ、普通は。だけどこの間アマゾンが新生活応援セールみたいのやってて、その時は4800円だったの、1.2キロの方が。安くない？そりゃ買っちゃうよね。あ、しげしさんいらっしゃい。BCAA がブカーってなるんだ。ょっと面白かったです。よし、もう一回二の腕やって、二の腕やる、もうちょっと。ほんとタイムシフトは残してないけど、YouTube にアーカイブ載せてるから、私の概要欄、配信の概要欄に載っておりますので、配信の概要欄に載ってる YouTube に飛んで、真っ先にチャンネル登録してください。真っ先にチャンネル登録してください。ペキアン、ありがとう。和骨です、いらっしゃいませ。252個目さん、いらっしゃい。買い物で筋トレします。あ、買い物の袋を持ったら、片方の手に持って、こっちにこう傾いてからグッてこうやってやると、右側の、こう持ってない側の横のお腹の筋肉が鍛わる。で、私は両手で後ろにこうやって、その買い物の袋を持って、それをこうやって持ち上げるやつやって、二の腕の後ろの筋トレとかしてる。じゃあ腕の筋トレいきますか、もう一回。みんなもご一緒に。そっか、チャンネル登録を強制するあのページに飛ぶ URL 貼ればいいのか。7、8、9、10、1、2、254個目いらっしゃい。5、6、7、8、9、10。もうちょっとやろう。1、6、7、8、9、10。はあ、痛い。はあ、二の腕が痛い。一応延長しときますか。ポチ。延長つ、黒い服雰囲気がある？なんかさ、黒い服着たらさ、ちょっとシュッとしたように見える。この辺とかもなぜか。見えない。延長つ。ありがとうございます。いや、最近のセクシー配信っていうかね、私もともとね、よくよく考えてみたら、ニコ生って谷間番がないんですよ。なので昔からニコ生は谷間出したり、こうおっぱい強調する服でよくやってたなと思って、他の配信サイトだとあんまり谷間とか出せないので、
そこで出せない分をニコ生で発散してます。演出ありがとうっていう感じです。今日は朝5時に起きてちゃんと電車に乗って仕事をしに行って2時間で帰ってきて、そのお出かけだけで私1万歩超えてるからね。そうそう、ツイキャスとかふわっちとかね、谷間版があるんですよ。谷間移すと運営から警告文来るんですよ。だけどニコ生って谷間移しても警告文来ないんですよ。今谷間移したわけじゃないよ、飲み物取った。よし、せっかくゲーム貼ってもらったからもう一個やろう。あ、今来てくださった方、私今度の土曜日夜9時10分からアフランさんの枠。あ、そうそう、水着もそうだよね。ショールームも水着、昔は行けてたけどどうなったんだろう、分かんない。アフランさんの枠で土曜日21時10分から合コン企画に参加させていただくので、ぜひ遊びに来てね。私もその前に枠を取ることにしましたので、私8時50分ぐらいから枠取って、なんかさ、もうこっちはさ0時会からお酒飲んでちょっとさ出来上がってから行かないとさ、いきなりシラフで、あ、初めましてってやるのすごい大変じゃない？あれって配信中飲んでていいのかな、どういう雰囲気でやるのか分かんないけど。合コンでお持ち帰り枠だってリアル合コンじゃないからね。じゃあ笹塚ウォークやらせてください。貼ってくれてありがとう。そう、合コンお持ち帰り枠。あ、ひろちゃんいらっしゃい。どこ合コン？アフランさんの枠で今度の土曜日夜9時ね。私自分の枠、誘導枠みたいな感じで一応使おうかなって思ってます。頑張る。これ絵が可愛くて好き。楽しい。ん？もう一回言って。コラボ、そう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 、のコラボ飲み会みたいな感じなんだけど、全員で一緒に配信してるんじゃなくって、 そのなんかなんだっけ、自分がその人とマンツーマンでなんか話すみたいな時にスカイプがかかってくるみたいな、そういう面白い感じ。はあ、失敗したよ。なんか普通にスカイプで通話して個別タイムみたいのがあったりするの。あ、みのもんたなさんいらっしゃい。あ、ありがとう。ビジネス貼ってくれたやつが予約枠。スカーレット、おめでとう。すごいね。数字たちが予約をして、見た目ですが、コメントおめでとう。ひろちゃんおめでとう。やっぱ、ひろちゃんおめでとう。ひろちゃんうまい。ワンタンさん、ゆっくり。なんだっけ、イギーさんはゲームと絵が上手くてムキムキなんだっけちょっとごめん、練習したカラータイルやりたい。カラータイルやりたい。ゲーム貼ってくれた人ありがとう。ねえ、ゲームさ貼ってもらうのさ、みんなお金かかってない？大丈夫？わからん、わからんでさ、貼って貼ってとか言っちゃってるけどさ。なんて？胸の位置下がったね。ほんと？ここかな、ここかな、これかな。
これやってるときさ、みんなと会話できないんだよね。それが寂しい。え、これ絶対同じ色じゃん。え、悲しい。違うの？ねえ、全部点数なくなっちゃった。間違えって言われた。全部点数なくなっちゃった。悲しい。悲しい。点数全部。いや、これねえねえ、このさ、パープルさ、パープル、これ何？同じ色じゃないの？これ違うパープルなの？わかんなかった。しおこみさんの話しかない。いや、私今絶対紫、絶対紫。え、紫、濃い紫と薄い紫ないよね。なのにさ、私 NG にされたんだけど、なんで？ドラッグしたままだと十字に動きますよ。あ、話さなければってこと？ないよ。ないの？じゃあ私間違ってないじゃん。間違ってないのにやられたよ、やられたよ、絶対やられたよ。もう一回タイルやりたい。ありがとう貼ってくれて。もう一回タイルしていい？筋トレ全然してないな。どうしよう、中腰とかにしよう。いやいやいや、青と紫間違えてない、絶対。ちょっとぽいとこ来たらスクショ撮ってみんなに見せるわ。301個目、いらっしゃい。いや、青と紫間違えてないって、嘘でしょ。え、紫マジで2種類見える。私のせい、これ。これ私の目がやばいんかな。え、ほら、ほら来た、ほら来た、ほら来た。ちょ、スクショ撮っとくわ、もう。みんなにこれ教えなきゃいけないからね。もうほら、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 ほら。ねえ、またこれ絶対これもそう、これもそう。あー、もうこれもそう。はい、もうこれスクショ撮っときます。はい、これもみんなに見せます。これ2個ないんでしょ。これ誰も返事してくんないやつだ、忘れてた。配信してるとき話しかけても誰も返事してくんない、誰も返事してくんない。みんなどうせゲームやっててさ、誰も返事してくんない。ありがとう、返事してくれて。ひろちゃんゲーム中に絶対返事してくれるよ。何か分かりません。これはすごいんだよ、返事が。私もさ、多分分かんなくない。これもしかしてさ、ほら映ってる？これこれこれ、紫と紫じゃないの？この縦縦二つねえ、これ
このさ、縦2つのやつさ、これ紫紫じゃないの？これ上ピンク？これピンク？え、これピンクなの？これピンク超見づらいじゃん。え、待って、私のパソコンがおかしい？なんかね、私のパソコンだと、ちゃんと聞いて。嘘でしょ？私のパソコンはどっちも紫で、配信に映ってるこの画面見ると、上がピンクで下は紫に見えるの。嘘でしょ？これ本当同じ色だった。カラコンしてない、カラコンしてない。裸眼です、裸眼。もうなんだったらすっぴんです。マジで？もしかして色盲？いや、これね、多分ね、あと角度、角度。私、色盲なんかもじゃ え、本当？これね、じゃあ、位置だと信じたい。位置だと信じたい。私ね、今、パソコンを上斜め下に見てんの。上斜め下？上から斜め下に見下ろしてるの。だから、もしかしたら反射のせいかもしんない。正面で見たら、そうかもしんない。私色盲だった。じゃあ正面から見たら大丈夫かも。上から目線ってそっちじゃないよ。 いや、上から今こういうふうに見下ろしてるの、液晶を。だから光が、そうそう、とライトの反射かもしんないけど、でも私の方はこれ紫に見えるのね。あの紫が3つあるように見えるわけで、これを映してる配信画面をネットで見ると、上2つがピンクで下が紫に映ってる。マジ？私これずっとクリックしてて、あれ反応しないわ。ほら、やられたわって思ってたの。やられたわ。これ私目に問題ある可能性出てきました。いや、そうだよ。右は赤だよ。右は赤で、その紫の右隣は青でしょ？いや、そうなの。なんか配信で見ると、上2つがピンクで下1個が紫に見える。黄緑、紫、青でしょ？え、ベキアもそうでしょ？黄緑、紫、青で、だから紫が3つあるように見えるんだって。で、配信画面の方は下のが紫で、上2つがピンクっぽく見える。で、しかも配信画面の方だと、この紫の隣のブルーがちょっとグラデーションになってる。 紫じゃないや、ブルーの下の方が濃くて、ブルーの上の方がちょっと薄いブルーみたいになってる。液晶だな、これは液晶です。それか、私ちょっと眼科行く？眼科行くしかない。ピンクの左下オレンジ。あ、これオレンジなの？なんかちょっと黄色の濃いやつ、そこはわかる。これピンクと紫全然わからん。あー、コントラスト。これパソコンの画面暗くしてみようかな。あー、パソコンの画面暗くしても全然これ紫3つですね。マジで？ちょっとさ、私目悪いんかな。まあ、目は悪いんだけど、え、乱視？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 確かに ABC にしてくれたら私もう安心。ちょっと私が目やばいかもっていうことが分かりましたね。液晶だと信じたい。後で配信が終わったらちゃんと画面見て色を確認するわ。やられた。じゃあ筋トレしよう。いや、乱視もあるよ、確か。でも、色は大丈夫。なんか色のチェックとかするよね。見る角度だと信じるよ。359個目さんいらっしゃい。
いや、もう私の位置からだと同じ色だったわ。下着の色もピンクと紫間違えてたら大事ですか。確かに。でも私ね、ピンクの下着持ってない。紫か黒か青が多いな。大丈夫。そうだな。そういうことにしとこう。そういうことにしとこう。今度の土曜日、じゃあ8時50分、8時40分ぐらいから飲み配信かなんかして、白は持ってない。赤系の認識の魚だから多分パソコンの普通に色調の問題だと思う。眼科にコンタクト作るためにさ、なんか検診とか行くじゃん。で、なんかその色の検査とか、赤と青どっちがよく見えますかはさ、色の検査じゃないのかな、わかんない。でも見えないのかも私。本当？だって白の下着って着る機会ないもん。白は持ってないな。逆に白の下着持ってるってさ、本当小学生とかじゃないの？大人も白の下着持ってる人いるんかな。さて、何しよっかな。腰回し。腰回し。え、何、キノコの山ぶっ飛ばされたいの？ じゃあ腰回し 腰回しやりますから、みんなもご一緒にやってくださいね。足を肩幅に開いて、ちょっと腰を曲げ、腰じゃない、膝を曲げて、で、こう手がこうなんないように、こう後ろに腰に手を当てて回す。白持ってないでしょ、ほらペットも持ってないって。女性のリスナーさんいたら、さらなる下着の色の話してほしい。白持ってないよね。5、6、7、8、9、10、4、5、6、7、8、9、20。あ、もうすっごい背筋が痛い。3、4、6、7、8、9、10。え、老眼になると色が見えなくなるの？2、3、6、9、40。これで1、4、疲れた。5、やってる？8、9、10。うわー、背中が痛い。あー、背中の筋肉が痛い。これ簡単そうに見えてめっちゃ筋肉痛きてるからね、私。色も？フリフリの白は白い下着ってどういうこと？ブルーライトカットフィルム貼ると、ああ、そうなんだ。ブルーライトカットのメガネっていうのを、なんかジーンズかどっかで買ったことがあったけど、よく分かんなかった。ああいうのしといた方がいいの？やっぱ目に良くないのかな？液晶を見ながら配信とかしてるの目に良くない気がする。照明当ててるしね。照明ないとこんな感じ。これでもいい？これ暗すぎん？暗すぎて何か分かんないかなと思って。でも照明ない方が目は疲れない。これ照明あり。どっちがいい？じゃあ左回しいきますね。その間にみんなどっちがいいか教えて。ああ、もうすっごい、さ、すっごい背筋が痛い。4、5、9、10、背筋めっちゃ痛い。4、5、6、7、8、9、10。
まだ老眼の年じゃないんで大丈夫だと思いますけど。ラスト10回ぐらいやります。めっちゃ痛い、手がずれてきちゃう。6 7 8 9 10、はい、250、250やった。これね、はい、あー疲れた、疲れた。ゲームの時だけ照明を消す。うん、よかった。ありがとうございます。みんなもやってる？みんなもやってる？どんだけひろちゃん女性の下着の話すんの。白の下着持ってるっていうの多分ほんと小学生か中学生だと思うよ。大人になって白の下着持ってる人って私ほんと会ったことない。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやいやそうそう、ベージュを持ってる人はいると思うけど、私もベージュ持ってるけど、ベージュはほんと透けないからいいよね。でも白はね、白は白で透けるし、白でジーパンとか履いたら白いパンツにジーパンのブルーが映りそうだし。酔っ払ってます？飲んでるの？よいしょ。いや配信でさ、こうやって立ちながら配信するとさいいよね。こうやって動けるから。座って配信さずっとしてたらさ、なんかお尻のほっぺたが潰れた感じがして、すごいこうクッションしててもさあんまり良くなかった。あ、そういえばとろみさんお誕生日だった、おめでとうございます。とろみさんいらっしゃるか分からないけど、でしょ、白いパンツは捨てるじゃない、捨てるし。大人の人脱がしたことないって、じゃあもうそれ女子小学生と中学生は脱がしたことあるみたいなやつだよ。そう、とろみさんお誕生日だった。とろみさんのさリスナーさんがたくさん、とろみさんへのとろみさんのお誕生日のお祝いの動画とかイラストとかいっぱい、なんかとろみさんがリツイートしてて、すごい愛され具合がすごいと思った。キャラクタープリントされたパンツ履いて、もうさキャラクタープリントパンツが履けるお尻のサイズじゃないから、それぐらいになるように頑張るわ。今とりあえずお尻が100センチあったからやばいと思って頑張ってる。で配信が終わったらスクワット頑張る。ねえとろみさん優しいしね、美人だし優しいし、お料理上手だし、歌もうまいし、ほんと優しい。あとめっちゃニコ生見てるから、すごいニコ生の事情通だよね。はあ、今日はあとはスクワット後で頑張ります。今ちょっとこう膝を曲げて、こんぐらいしか曲げてないけど、この体勢で頑張ろう。はあ、ちょっと今日はね朝5時に起きたっていうのがあって、めっちゃ眠さが来ているので、すでにもう眠たいんだよね。10時半。なになに、あそうなの、株トレーダーじゃん。でもね、なんかいつ配信つけてもとろみさん枠やってる気がする。結構遅い時間もやってる、2時3時とかもやってたりするよね。グレイジーさんいらっしゃい。
熊さんプリント、さすがにさ、大人のパンツでプリントがついてるパンツのサイズがないのと、私が履くと蝶々がガになるみたいなやつあるじゃん。なんか可愛いやつがすごいパンパンに伸びちゃって、なんだったっけ、忘れちゃったけど、なんかキュウリがスイカに見えるみたいな。そうそう、蝶がガに見えるみたいな。わかる？わかる？そういうこと、そういうこと。そうなっちゃうの。だって私、ここに絵が描いてあるやつとかだって、この辺伸びちゃうもん。顔が。知らない？なんか、靴下とかで誰かが言ってたの、蝶がガになるって。その、細い人が履くと蝶の絵になるように描かれてる靴下が、太い人が履くと、その絵がこの幅じゃなくてこうなっちゃうから。ドラえもんはドラえもん。何？蝶がガになるって。それ私、その何で見たか忘れたけど、それからずっと蝶がガになるって、あ、納得って思っちゃった。だから本当に普通の、私こう普通の丸のやつ着たって、私が着たら多分こう楕円になるわけじゃん、胸のところだけ。ニコちゃんマークがこう横に潰れちゃうみたいになってくるわけじゃん。そういう感じが胸だけじゃなくてお尻にも来るわけですよ。お尻に来ると、そのさっき言ったクマちゃんパンツはクマじゃなくなって、何になるか分からんけど、とにかくすごい横に伸びて、こういうクマちゃんの顔がこうなっちゃう。なんかピーンってなって、クマがかわいそうになっちゃうからだよ。そうベスそトが58なんでしょ？う、ウエスト58でお尻100やばくない？40センチ差はやばくない？30センチ差はいいと思うけど、40センチ差はやばいよね。Wind is blowing from the ocean. 女は海ね。あれ、ジュディ・オングか。私、錦野旦の裾とさ、ジュディ・オングの裾、今一緒かなって思ったけど、一緒？一緒じゃない？そう、ペシャってなっちゃう。胸とかもペシャってなっちゃう。だから、キャラクターがついてる T シャツとか着れない。私、基本的に無地とかさ、じゃない？無地か、柄ついてても、こう、絵じゃない。あっちは？ジュディ・ヨングは？ジュディ・ヨングも紐じゃなかった？ジュディ・ヨングカーテンか。ここにこう着物みたいについてるだけか。モモンガっぽいやつ？Wind is blowing from the ocean。ジュディ・ヨングはカーテン。OK。すだれ？すだれが錦野旦でしょ？そうめんでしょ？錦野旦はそうめんで、ジュディ・ヨングはカーテン。ボタン覚えた。あ、トータン押しやってくれたの？じゃあ、今日はトータン押しをしたら終わりにしようかな。もうめっちゃ眠たい。ボタンが飛んだ。ボタンが飛んだ。歌詞がわかんない。タララランタタタタね。今日で負けたらツリクマ。いや、今日はこれをしたらおしまいにするよ。カーテンのマシマシだよね。分かった分かった、何か。トータ押し活かしてください。これはね、いいのよ。字が書いてあるから。頭が離れない。私の中でお眠りなさい。どういう意味なんですかね、私の中でお眠りなさいは。普通に抱きしめてあげるよって意味なのか。心の綺麗な人にはそういう歌なのかもしれない。
ない。布団？私普通にこうギュッとしてあげる。だからどうだった？おめでたい。いや私もうめっちゃ眠くなってきた。ちょっとアフランさんのゲーム台を覗いたら今日はめっちゃ眠の日なので即寝しようかと思います。すいません。いやそういや朝5時から起きてて1時間半だけお昼寝したんだけどめっちゃ眠たい。眠すぎるのですいません。しかも本当にすっぴんだし最近お化粧してニコ生一回もやってない。申し訳ありません。めっちゃ眠侍なので今日は寝ます。ぶわー寝ます。まああとなんだっけ、スクワットしながらアフランさんの様子を見てそこから寝ようかと思います。じゃあアフランさんのゲーム大魔王に行ってゲームでもしましょう。おやすみなさいまし。みんなありがとうございました。来てくれてありがとう。明日も配信してで土曜日は8時40分ぐらいから枠取っておこうかな。おつおつありがとうございました。みんなありがとう。ごきげんよう。覚えててくれてありがとう。皆様本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。皆様ごきげんよう。おやすみ。じゃあね、ごきげんよう。